MC の岡田匠さんとご一緒させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 MC の岡田匠です。今回はワクセルチャンネルで2度目の出演の方でございます、阿比古隆正さんです。よろしくお願いします。阿比古です。よろしくお願いします。お願いします。僕もですね、前回ご一緒させていただきまして、はい、今回で2回目ということなので、うん、前回の、まあ、阿比古さんがどんな方なのかっていうのを、はい、しっかりと前回もめちゃくちゃ長尺でだいぶ話しましたもんね。はい、まあ、暴かせていただいたというか、はいはいはい、伺っていったので、まあ、まだ見てないという方、ね、はそちらを見ていただければ、あ、阿比古さんってこんな方なんだ、こういう、ね、こうストーリーで生きてきたんだなっていうのを過去を知ることはできると思います、はい、まだ見てないという方、ぜひそちらをご確認してください。今日ですね、はい、暴くのはこちらでございます。ドン、はい、まあ、なんといってもですよ、はい、5戦5勝、はい、4KO、まあ、この撮影の、ね、タイミングではその経歴をお持ちでございます。はい、あれ、ちなみにデビューしてどうでしたか、格闘家としてデビューして、うん、いや、 やっぱり、まあ、プロのリングに上がるという緊張感が、その時は僕当事者じゃないですか。だから日々もうやっていく中でどんどんこう研ぎ澄ましていってるんだなっていうのはあったんですけど、終わって改めてものすごい日々を送ってたんだなと、その時はまあなんていうんですか、減量したりとかそういう風になるので、もうそれが当たり前になって苦しいなとか辛いなとか、あ、ストイックにやってんなとかっていうのはあるんですけど、終わった後に振り返れば本当にすごい世界に飛び込んでたんだなっていう。でもそういう意味だと、こうデビューをして、なんていうか自分の中で極限の状態にいたなっていう。あ、そうですね。がすごく分かったんで、で当日もやっぱり今振り返ればものすごい喉の渇きを回って緊張も多分相当してて、でまあやっぱりこう防具も何にもない状態、しかもオープンフィンガーの試合だったんで、もう指が出てるちっちゃいグローブなんで。そういう怖い中でも、まあ、かつ他の人がやったことない挑戦をされてるわけじゃないですか。はい、そうですね。はい、でそういう極限の場所に行ってみていると、はい、自分がリングに立った、はい、試合に立ったっていう時の景色ってどんな感じなんですか。今5戦やったんですけど、はい、4戦目がちょうどプロデビューの試合だったんですけど、はい、意外とリングインした時は冷静で、へー、周りの景色が見えた、なんとなく景色で、あ、仲間がいるなとか、この辺に誰がいるなとかっていうのを分かった上で試合が始まって、よーく相手を見れて試合することができたので、すごい、そういう意味で言うと始まっちゃうともう、まあ、やるしかないというかね。はい、そのやっぱりサッカーというスポーツをやりながら、はい、肉体的にこう起きてきた変化みたいなところもやっぱりありますか、はい、プロ格闘家になるに。そうですね、やっぱり下半身が太くて上半身がちょっと細いっていうのがサッカー選手のバランスなんですよね、うん、ケツがちょっと大きくてとか、ももが、それが逆になりましたね、足がちょっとシャープになっていって上半身が大きくなるっていう、男子便所のマークみたいな、はいはいはい、極端に言えそう、言うと、そうそう、確かに、男子の絵でしたね。確かに、あれ、阿比古さんか。そう、男子便所の男マーク、あれ、俺っす。髪足しといた方がいいよ。女子の方を逆にするといいかもね。まあ、どうでもいいよ、そうですよ。次の話題がですね、ついに来ました。はい、阿比古さんの一撃を受けてみようということで。そうなんですよ。まあその一撃っていうところでいくとね、はい、5戦5勝目のその 5戦目、はいはいはい、KO が蹴りだ。そうですね、ハイキックが見事に入りまして、まあそれを受けていただこうかなっていう。では行きましょうかね、阿比古さんの一撃をアーバック。さあということでジムにやってきました。いやーすごいですよ、スタジオを飛び出して、はい、空気が一気に変わりましたね。変わりますね。ね、これ阿比古さんはいつもトレーニングしてる。そうです。僕はもう月金でトレーニングして1日3時間わあ、ね、プロ練習をしている、小比類巻通りですね。元 K1 チャンピオンの小比類巻さんのジムです。いやーすごい。今回は阿比古さんの一撃ってことですけど、どの一撃を暴きましょうか。まあ前回の試合でハイキックで KO してるんで、はい、ハイキックと。まあ、やっぱりミドル、あーなるほど、とあと最後まあローキックみたいなのが、まあ、いいんじゃないかなっていうふうには。わー楽しみ、もうちょっと手汗が出てますから。早速なんですが、はい、阿比古さんが準備良ければ、はい、住谷さんも準備良ければ、はいはいはい、早速、はい、やりましょう。はい、じゃあ阿比古さんお願いします。はい、ぶっ、おっ、これがそのまま当たるといいじゃん、めちゃトンじゃん、はい、いや、いい今のはやばいっす。やっぱりこっちに、はい、てかマジで痛い。ちょっとねローを見せて、そうですね、いただいてもいいですか。じゃあローだけミット変えましょうか。はい、ローキックミットがあるんで。来ました、これ拭いておいてください。じゃあ
きましょうか。はい、はい、有岡さんのロー、はい、お願いします。はい、あーい、あーこれだ、これが見たかったやつだ。これ言って大丈夫ですか、すみださん、すみださん、大丈夫ですけど。いやでもちょっと笑いが止まってさ、笑うしかないんですよ、これも。ミドルいきましょう。ミドルですね、はい、この辺そうですね、ちょっとこう、あ、そうですね、これぐらいがいいですね。おお、はい、ちょっと体こっちに向けて、こうですか、はい、そうですね、これやばい、こう当てる、ここに当てる、ちょっといいですか、はい、じゃあ、はい、アリコさん、はい、お願いします。よし、あーい、もうまだ何か、なんだろう、言葉が出ない。最後ね、行きたいと思います。こちらでございます。これからのアビコ高政ということで、うん、はい、はい、行きたいですね。アビコさんが考えるこれからの挑戦、はい、どんなことをしていきたいのかと、ちょっと思いを教えていただきたいですけど、はい、これ結構聞かれるんですよ、次何やるんですかとかって聞かれるんですけど、うんうん、もう本当に次が決まってたら格闘技やめてるんですよね。やっぱり挑戦って20個もできるものではないし、要は3個4個もなんか同じようにできるものではない気が僕はするんで、うん、今のところはやっぱりこのライジンに向かうというところと、その格闘家としてのアビコとしてのライジンというところと、はい、あとは僕個人としてはやっぱりその3分3ラウンドのアーティストっていうのが僕の中の1個のちょっとキャッチフレーズなんですが、要するに9分間で人の人生変えられるのかっていう使命を持ってる気が僕はしてるので、その9分の中で見てる人たちが、あ、私も明日から頑張ろうとか、あ、こんな生き方もあるんだとか、俺って実はやってるようでやってないんじゃないとか思ってもらえることで、なんか、あ、自分もできるんじゃないかと、自分も何かまだ打ち手があるんじゃないかと、このまんまじゃなくてもっとやれる道があるんじゃないかって思ってもらえるような、要するに3分3ラウンドのその9分間の中で自分とのセッションしてもらう、まあ、まず格闘技の中で何ができるかっていうことかなという感じではあります。本当にやりたいことやってるんで、我慢の代償でお金得てないんで、これはね、もう本当にそうですよね。がまあ僕の挑戦の一つかなと思うので、そう、なんかそういうのを続けていきたいなとは思ってます。すごい、僕もだって一撃食らってもよし挑戦したいと思いました。ちょっと待って、それたいですよ、そんな余裕あった。どう、うわ、よし挑戦だ。なります、そんなこと。あの、アビコさんの周りでもですね、はいはいはい、もう暴いてほしいなこの人の、はいはいはい、っていう人がいらっしゃったら、はい、ちょっと最後になんか紹介もうちょっとしていただけないかなと思います。そうですね、何人かいるんですけど、ここの道場の小比類巻さん、僕の師匠でもあり親友でもあり、はい、同級生でもあるので。あ、そうなんですね。同い年なんですよ。おで、あの、そういう意味では小比類巻さんの何かパーソナリティの部分を暴いてもらえたら嬉しいなと思います。いや、もうこれはぜひ暴くしかないですね。暴きたい、はい、楽しみですね。はい、ということで皆さん、ネオアクセルチャンネルまだまだ暴いていきたいと思いますので、はい、あの、どんどんね見ていただいて、はい、皆さんもその目撃者になっていただきたいと思います、うん、ということで、はい、今回のゲストはアビコ高松さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。